須賀川市では今、特撮の父として知られる須賀川市出身の円谷英二さんの生涯をさまざまな資料で振り返る企画展が開かれています。特別上映会はこの企画展の一環として行われたもので、上映を前に初代ウルトラマンのスーツアクターを務めた俳優の古谷敏さんが思い出を語りました。よいスタートっていうその声が響くと、はい、みんな緊張する。現場にいないと分かりませんけどね、はい、それだけねすごい人。上映会では貴重な映画かぐや姫などが上映され、熱心な円谷ファンが作品に見入っていました。